東北大会進出が決定する試合です。東北大会も決まるから、東北大会出場が決まるっていう大事な一戦ですよ。お疲れ様です。よっしゃ、もうこれ勝てば決まるから。朝でちょっと体動いてない人もいっぱいいると思うけど、まあただもう始まったら一回切り替えて体動かして、じゃあ行きましょう。せーの、今日は勝てば東北大会進出が決定する試合です。えぐいマジで大事な試合なんで。そうだね、昨日もいい試合したんだけど、大勝した後ってやっぱり気を引き締めないといけないところだと思うんで、今日の入りもまた大事なんで。今回の相手、クロスカラーズって言うんですけど、結構若くて生きのいいチームっていう感じ、ガチガチの対決に。そうだね、面白いと思います。楽しみにしてください。多分相手強いと思うので、先制点取られて苦しいと思うので、まあ、最初の入りからぶち上げていきたいと思います。この試合で東北大会も決まるから、もう出し切る。そうだね、もうチームみんなでもう悔いないぐらい楽しんでね、それおもろいなって思ってもらえるように一生懸命プレーしたいと思います。今日はいます。今日いるわ。今日準決勝だけしか出れないんだけど、じゃあもう出し切れるってことだね。この1試合で 120% やります。今日もやります。お願いします。お、うまくなってきた。マモス。うわ、この準決勝に勝てば東北大会出場が決まるっていう大事な一戦ですね。270万人っていうファンがいるんで、そのファンに向けて熱い試合を届けて、そして楽しい試合を見せて、僕たちは最後に勝利を届けるっていうところで、いい試合を見せて、最後はみんなで笑ってられるように、試合勝てます。よっしゃ。東北大会進出をかけた大一番、今前半キックオフです。ロングボールからチャンスをうかがうクロスカラーズ。ここはファールの判定でクロスカラーズにフリーキックが与えられます。さあ、このピンチはゴレイロの縁側を中心に粘り強く守ります。試合は足猿 FC が徐々に押し込む展開に。ノブ君が積極的に狙っていきます。試合のスピード感はさらに上がります。クロスカラーズが奪うと一気にカウンターへ。これを弾丸君が奪い返して、今度は足猿 FC のカウンター。このチャンスは決めることができません。そして続いては後期のブロックから翼がドリブルを開始。左サイドを崩して、最後は本音社長。チャンスは作るものの、それを生かしきれません。左サイドでボールを持ったコージ、相手を背負ってキープをすると一気に反転シュート。体の強さを見せます。そして迎えた前半残り5分、このプレーがファールとなります。これをクロスカラーズが決めきり先制。足猿 FC にとっては痛すぎる失点となりました。これでクロスカラーズは勢いに乗ります。集中したディフェンスからカウンターへ、一気にゴール前に迫ります。足猿 FC も反撃をスタート。翔太の得意のドリブルからシュート、こぼれ球を箇所、クロスから東も集中して守ります。両者が激しくぶつかり合う展開。お互いにチャンスを作ります。攻め続ける足猿 FC。 浩輝がボールを持つと浩二へ、もう一度受けるがシュートまではいけません。今度はレイから浩二へ、これも枠に飛ばすことはできません。試合は前半残り30秒。クロスカラーズはロングボールとカウンターでチャンスを作ります。ここで前半が終了。まさかの0対1。ビハインドで折り返します。さあ後半です。コートが変わって右から左に攻めるのが足猿 FC、 左から右に攻めるのがクロスカラーズとなります。足猿 FC は4人が流動的に動くクアトロというシステムでスタート。チャンスを作ります。こぼれ球を浩輝、クロスカラーズも体を張ります。ここは左サイドで数的優位を作りながら前進、チャンスを作ります。ここは本音社長がいい位置でファールを受けます。キッカーは弾丸君。浩輝を使いますがキーパーが防ぎます。続いては左サイド、3人が連動して崩していきます。クロスカラーズは引き続きカウンターでチャンスを伺います。今度はキックインから浩輝が何度もゴールに迫ります。時間は刻一刻と経過。足猿 FC にも焦りが出てきます。ここは翔太が狙っていきます。続いてはノブくんが仕掛けます。右サイドを突破してシュート、そのセットプレーから浩二も狙います。しかしその牙城を崩しきれません。試合時間は残り9分。とにかく攻めるしかありません。足猿 FC は攻撃的な選手を次々とピッチに送ります。力ずくでこじ開けにかかります。そしてようやくその時が。ゴール前の混戦から最後は本音社長。残り6分。なんとか試合を振り出しに戻します。前回の試合、そして決勝戦も不在となる本音社長。この試合に全てをかけるという言葉通り、まさに足猿 FC の救世主となりました。こうなると足猿 FC は畳みかけに行きます。本音社長がここもゴールに迫ります。クロスカラーズの攻撃は弾丸くんが体を張ります。ここはノブくんの守備からシュートまではいけず。同点で終了すると延長戦に突入するこの試合。両チームがチャンスを作ります。そして試合はラスト3分。弾丸くんからカショー。苦しみ続けたこの試合、足猿 FC が初めてリードを奪います。かつて日本代表としても活躍したカショー。そのテクニック、そして強靭なメンタルを見せつけました。もう攻めるしかないクロスカラーズ。足猿 FC はカウンターで応戦します。前がかりになるクロスカラーズ、その隙をついて一気に加速。ゴールに迫ります。追加点を奪い試合を決めたい足猿 FC。 カショーが右サイドで仕掛けます。ここもカショー、そしてコウキが狙います。そしてクロスカラーズのカウンター。カショーが体を張ります。そして試合は残り25秒。ここでクロスカラーズはフィールドプレイヤーがゴールキーパーのユニフォームを着て攻め上がるパワープレーで最後の攻撃を仕掛けます。そしてこのプレーでクロスカラーズにファールの判定。これが6つ目のファールとなり、足猿 FC は第 2PK のチャンスを得ます。キッカーはノブくん。これはわずかに枠の外。試合は残り4秒。ここで試合終了の笛。苦しみながらも粘り強く戦った足猿 FC が2対1で勝利を収めました。勝利した足猿 FC は11月30日、12月1日の2日間に秋田県で行われる東北大会に進出します。こうやって負けてる時って変化させなきゃいけないし、練習やってないことも本番でやらなきゃいけないし、練習やったことないセットとか組ませなきゃいけないし、采配のポイントとかありました？負けてる時は、個で破壊できる選手。なるほど。個で破壊できる選手にこだわりました。いや、すごかったね。後半はタイムアウトを取ったら相手に休む時間与えちゃうと思って、タイムアウトは取らない。なるほど。フリーキックとか取ろうかなって思ったけど、でも相手休む時間与えるよりはこのままいった方がいいな。ダメージをね。0-1 だったんですけど、1点取れれば相手の勢いもなくなって、2点目取れるっていう、経験的にもそういう自信もあったし、2点目取られないことっていうのはまあ考えてやってました。いやすごかったですね、もう吠えてましたね。いやまあじゃあ入ってます。もうゴールに近かったんで、キーパーの触れないコースを変えるだけっていうイメージでいたんで、まあ、それがうまくいった。相手もすごいめちゃくちゃ気合入ってたし、頑張ってきたし、いいチームだったんで、難しい試合になるだろうなとは思ってたんですけど、案の定になったので、でもそれ勝ちきれたのでよかったなと思います。自分が決めてやるとかは全くなかったんで、前に転がってきたっていう感じ、僕の能力とは関係なく、みんな体張って前に落ちてただけ、蹴るだけだったんですけど、まあみんなのおかげですね。すごいね。次いないの寂しいんですけど、みんなが優勝してくれると思うので安心して待ってます。問題ないんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。今後もぜひ応援よろしくお願いします。